スノホリの森田優香です。今回はずらっと並んでますね。こちらにすごいカラフルなウェアたちが並んでます。ここはカスタムフェア札幌会場のフェニックスのブースに来てます。私たちが着用してるウェアメーカーですね。ここにずらっと2024、25年モデルのウェアたちが並んでます。私たちが着てたウェアもありますね。ということで今回はそのフェニックスのウェアをいろいろご紹介していきたいなと思います。はい。ウェアってさ、かなりスキーアイテムの中でもこだわりポイントが多いアイテムじゃないでしょうか。そう思います、まあね、シルエットとかすごい大事ですし、うん、まあ、デザインきらびやかに見せるために大事ですよね、うん、はい。なんかさ、自分のお気に入りのウェア着てたらスキーがすごい楽しくなるじゃんっていう気分を上げるためのアイテムとしてもすごい重要な役割じゃないかなと思うので、そんなあのお気に入りウェアを探すお手伝いをしたいなと思います、はい。じゃあここにずらーっと並んでるんですけど、いろいろ種類が違うのでまずこのカタログを見ながら見てみましょうか。モデルが違うってことね。そう、モデルが違う、まあ、質感とか、うん、型とかそう違うので、まずじゃん、こんなにいっぱいあるんですけど、大きく分けるとこのデモパフォーマンスのこのシリーズ上下あります。カラーもサイズもいっぱいあります。でこっちは荒野が技術戦の時に着てたね、フェニックスチームマルチブロックジャケットっていうタイプ上下。そしてそれと同じ質感でカラーがちょっと違うのがフェニックスチームブロックジャケットのこっちの、ちょっとカラーとかが違いますね、配色とか単色系ね。うん、単色系で、こっちもコーヤが最初に着てたやつ、タイムスペースジャケットとサンダーボルトパンツ、これビブパンとウェアがちょっとシェルっぽいウェアですね。でこっち、あ、登場させてもらってます。これはレディースのモデルがこの上下あります。でこっちはバディングミドルジャケット、ウェアとかの下でも着れそうだね、ちょっと薄手のダウンみたいな感じです。ちなみにさ、自分飛ばしましたけど、うん、これ俺なんですよね。あ、見てなかった、すいませんね。荒野森田さんいました、だいぶね、ここに、はい、ちょっとウェアばかり見てたらぶっ飛ばしちゃった。こことここに、はいはい、登場させてもらってます。であとはアルペンのワンピースもあるね、ハーフパンツとかミドラーとかフルジップパンツとかも揃ってます、はい、ということでまずこっちから行ってみましょうか。デモパフォーマンス、じゃあちょっとウェアの方に移動してみましょう。この辺にもちょっと登場させてもらってます。このデモパフォーマンス上下あります。これ私着てました、ブラック。このウェア側のいいところはこの生地をさ見てほしいんですけど、すごい伸びるの、ほらビヨンって、分かりますかね、この縦にも横にも。そうだね、かなり伸びるね、うん、そう、着ててもすごい着心地が良くて伸びるからすごい動きやすかったです。じゃあちょっと着てみましょうか。いつも黒なので違う色着てみようかな。あの、好きな色着ていいですかこういう色好きなのでね、これ着てみたいと思います。今ジャケットだからパッと羽織れるんですけど、実際にね試着室とかもあって上下着られるので、ぜひサイズしっかり合わせてお気に入りのこう配色とか決めてもらえるといいと思います。でこれもう一つポイントがあるんです。このチャック見えますかね。はい、チャックがほら2つついてるの。まずこれを広くするとちょっとねシルエットが少なくて、中いっぱい着ても広く着られるので使いやすいと思います。でこの間のさ、この黒い部分、ここがメッシュになってるのでベンチレーションみたいな感じでちょっと涼しい。でこれを
こっちをさ閉じて、こっち側も閉じるとキュッと、だいぶどう、シルエット変わりました？そうだね、細くなったね、やっぱり、うん、で、上まで閉めてもいいし、ここだけ開いてるとここがね空気が入るので春とか涼しそうだね。こんな感じです。そしてこのウェアと、去年も言ったんだけど、これチャックの色がいいんですよね。これもお気に入りポイント。じゃあ次行ってみましょうか。はい、これは組み合わせもたくさんあるんだね。そうそうそう、これ結構ね、このシリーズが今のところ人気があるらしくて、これ上下いろんなカラーがあるので、こうやって同じ単色もできるし、上下色違うカラーっていうのもできるので、お気に入りのカラーリング見つけてもらえるといいと思います、はい、ちょっとその同じカラーリングじゃなくて上下で違うカラーリングの例とか見せてもらっていいですか？やってみます、うん、パパッとでいいんで、はい、ブルーとグリーン、ちょっとシックな感じですとか、意外といいのがね、これとグリーンもいいと思う。このチャックの色と合うから、こういうのとか。なるほど、うん、いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次いきますね。これ荒野が着てたね、技術展の時に。このフェニックスチームプロジャケットっていう方は、ここからここまで、どこまでこの辺、これそうかな、これ違うの、ここからここまでが同じタイプなんです。実は色は違うけど、うん、同じ質感とか同じ作りってことね。そう、はい、同じ作り。これはさ、こう切り返しがあるんですけど、こっちは同じ作りでも単色だとだいぶイメージ違うよね。同じ形なんです。同じ形に見えないよね。だから好みのものを着てもらえるといいと思います。ちなみにこれ僕使ってましたよ、技術展の時に使ってましたね。はい、はい、そんな感じ。じゃあちょっと着てみましょうか。はい、こっちのね、淡い色が私的にはすごいお気に入りなんですよ。特にね、これ好きですね、結構。その色いいよね、水色、うん、すごいさ、雪山に映えそうじゃない？綺麗な色。うん、綺麗。これはさっきと違って、チャックは一つです。で、素材感もちょっと変わってくるかな。どう違います？少しね、厚みがある気がする。綿感が、だからなんかあったかい、すごく。伸び感とかはどうです？伸びもね、あれに比べるとすんごい伸びるって感じじゃないけど、全然ね、遮る感じはすごい着やすいし、なんといってもあったかい。それがいいと思います。これもさ、チャックとこのウェアの色違って可愛いよね。どうでしょう？あ、こういう違いね。うん、はい、ざっとこんな感じで可愛い。じゃあこれもちょっと組み合わせやってみます、ね、お、やりましょうやりましょう、うん、このさ、ブルー上にはないんだけど、上下合わせるとチャックの色と同じだね。これ爽やかでいい、かわいいですね。ちなみにさ、よく切り返しのあるウェアってあるじゃないですか。ありますね、膝のところね、膝ね、この、うん、これってどういう意味というか、まあ意味はないかもしれないけど、うん、なんかスキー選手目線でどういう、うん、ポイントとしてね。そうそうそう、これさ、膝のところにあるとモーグルとかもそうだけど、コブの時に膝のこう動きとか揃ってる感じが見えるから、うん、すごいいいと思います。で、整地の時とかはさ、こう平行になってる感じとか、足の動きが見やすいかなと思います。単色だとちょっとぼやけちゃったりすると思うんだけど、そういうのがいいかなと思う。まあ、でも切り返しは結構好みあるよね。あるとこうやっぱ腹が見えすぎちゃうとか、動きがこう見えすぎちゃうと嫌だっていう人は単色がいいし、好みが分かれると思いますけど、そんな動きが見やすいっていうメリットがあるかなと思います。はい、
じゃあ次行きましょうか。次こっちレディースのモデルですね。これちょっとね、技術性の練習の時に着させてもらいました。このウェアはレディースラインだから、ちょっと A ラインが入ってます。着てみますか。いいね、やっぱカスタムヘアはこういう風に実際に着て、うん、サイズ感が分かりますか。うん、あのすごい。ウェアの一番怖いところってさ、着てみないと思ってたシルエットと違うことがあるんだよね。そうだね。それが一番怖いよね。うん、だからこういう風に実際に試してもらえると、うん、なんか違うってなるから。結構 A ラインだよね。女性っぽいラインが出るので。確かに。それはそれでいいと思います。私も今年 A ラインを着てましたけど、すごい綺麗だよね、シルエットが。こんな感じ。これパンツも A ラインですか？パンツもこうちょっとさ、こうなんていうの、裾が広がる。女性用になってるからね。そう、女性用になってるライン。さっきとちょっとシルエット違うよね。うん、確かに。でもそこまでこうギュッて狭まってないから、着やすい女性モデルだと思います。はい。じゃあ次行きましょう。はい。ここからここ。じゃん。これは今日、荒野も着てたね。シェルっぽいジャケットと、ビブパンツ。最近流行ってるよね、こういう。ビブパンね。うん。ちょっとお魚屋さんみたいなやつ。これさ、はい、春とかこの上や着ないでこれだけで滑ってる人結構多くない？最近これめちゃめちゃ便利だよね、うん、涼しいんですよ、これだけでいけるんで。そうだね。上や着なくていいので上のジャケットを、うん、これも行ってみましょうか。質感とかどうです？質感とかはこのシェルっぽい薄い感じ。伸びとかはどうです？伸びはね、やっぱシェルだからそんなにない。でも風を防ぎそうな感じ。どうでした？着ててこれ。これはね、まあ、やっぱ薄いんですよね、他のウェアと比べると、うん、で、この裏にちょっとポイントがあって。そうなんだ、うん、まあ、いわゆるシェルって感じ、うん、今さっきゆかが言ったようにこう風を防ぐようなこの裏の素材になってるので、まあ、薄いんですけど風をシャットアウトする感じ、うんうん、まあ、中にまあ、暖かいものを着てもらうとなおいいのかなと思います。なるほど。シルエットとしては結構細身に出ると思う、うん、なるほど。こう綿がないんでシュッとする感じ。シュッとして見える、うん、上下4色あります。これもちょっと着たいやついいですか？着てみましょう。はい、水色ですね。これ綺麗だ。また水色ですか？じゃあちょっと変えてベージュで行ってみます。いいよ。水色で、うん、これ綺麗なんだよな、とても。やっぱシェルってさ、いい、ね、結構いいよね。春とか使いやすいよね。冬は中にいっぱい着て、春はこれ1枚とかで調整しやすいからすごいいい。じゃん、可愛くないこれ、うん、ちょっとやっぱ違うね、その、うん、シルエットが。さっきの綿のあるやつとだいぶシルエット違うよね、うん、音違うよ。あ、シャカシャカする、うんうん、シャカシャカなのか、それはカサカサなのなんだろうね。まあそれぐらい質感が違うそうそう、だいぶ違う。実際に触ってきてみるとこの質感とか着心地とかが分かりやすいよね。じゃあこれの下はさ、なんかちょっと綿が入ってる感じだったね。どうだった着てて。いや、あ、どうだったっけな、どうだろう。少しさ、思ってるシェルよりズボンの方は綿が入ってる感じ。そうだね、そんな感じで。これもさ、上下色合わせられるね。水色とベージュとか黒とカーキとか、それも合わせられるのでいいと思います。はい、そんな感じ。次、最後はね、ここにワンピースとハーフパンツとかミドラーとかあります。いっぱいありますね。はい、はい、OK です。こんな感じ、ざーっとこんな感じでウェアをご紹介してみました。どうでした？いろいろ着てみましたけど、やっぱウェアを着てみて自分に合うものがね、うん、分かるかなっていうのがありました。そうだね。でこんだけさ、色とか種類があると自分の似合う色とか、あ、好きな色とか選べるからすごい楽しいよね。ウェアはやっぱりね、選ぶ楽しみがあるのがいいね。スキーとかブーツとかだとさ、結構もう限られてくるじゃん。色は選べないし、
っていうのもあるので、ウェアはそういう自分のおしゃれポイントとかこだわりポイントが出せるアイテムだと思うので、いろいろ着て試してみるといいと思います。じゃあこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。